2024年3月20日17時8分。まあ、今までの件プラス、まあ、基本のこととか、皇室の方たちの動き等々で、分かるかと思うんですけども、日本の基本がですよ。私が昨年12月28日に皇居を訪ねて、その後やっぱり、今年冬場、関東の方では雪が多かった。で、まあ、バレンタインを通り越して、それでもだいぶ日本全国で、晴れ間とか作って、気温高い日とかもそこそこ作ったんですよ。けど、まあ、バレンタインデー2月14日を通り越した後、一気に崩れていって、まあ、3月なのにやたらと寒い日が続いて、もう今日なんか雪降ってましたから、これ日本で3月20日って言ったら、だいたい最高気温は18度ぐらいですね。まあ、高い時だったら20度超えるぐらいですね。だからね、まあ、ちょっと常軌を逸してる状態になってますね。で、これ何がどうかって言ったら、もうスポーツの名誉総裁まで言ってるでしょ。で、エネルギーの残存量問題が、これはもう国連の人たちに向けてのメッセージなんですけども、理事の方たちね、各国から5名の、代表者の方たち、法律でそうなってます。国連憲章で。で、まあ、日本の、政治家の人たちとか、まあ、世界中の、スポーツ関係者の人たちとか、これね、結局、形として、そこも多分あると思うんですよ。気温が低下してるの。で、気温が低下したら、エネルギーをたくさん消費する形になってしまうでしょ。夏場だったら夏場で、暑くなったりしてるでしょ。で、これね、だから、スポーツの名誉総裁から降りてもらったらいいんです。皇室の人たちから。もともとそこつながりの話を次なくしていかなきゃならなかったりするんですけども、それプラスでもう分かったでしょって、ゴルファー全員海外へゴルフしに行っていた？ダメ。経済的にも。税金とか使いすぎて、いろんなところでゴルフ場を身勝手に作ってしまった。それが日本でいうバブル崩壊の前の頃の時代。何が流行ったか。アニメのプロゴルファーさん。本当。多分もう時期見たらもう一致してくるんですよ。本当に。もともとゴルフって大したことないなって思ってたでしょ。それで正解なんです。野球とかの方が凄そうに見えるでしょ。多分その感覚で正解です。もともと、その老人用のスポーツだったんですけども、体鍛えたいんだったらその辺走ったり筋トレしましょう。車に乗ってゴルフ場行くのはやめましょう。これは若い人でも同じ。エネルギーなくなるから。大体ゴルフ場は山の中。だからもうゴルフ業界をもう規模を一気に縮小したらいいんですよ。10分の1以下に閉鎖してゴルフ場ね、もう本当の人口分かったんだから、誰がお金流してたのって、そういう話になるんですから。会社でしょ、企業だったでしょ、でその元は雇用助成金でコロ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 人を入れ替えていた、元で税金使って遊んでいた。もうテニスも大体同じ。もう、現場のその試合を僕は見に行ったことがあるから、日本であった国際大会か何かで。で、ああ、テニスしてるなっていうぐらいの感覚しかありません。で、あとは、まあ、ニュースでの挑発行為。これはまあ、報道ステーションにあった局もそうなんですけども、石川県でね、ジェット戦闘機が5台飛んでいる映像とか放送して、そんなことされたら被災地の人たち怒りますよ。当たり前じゃないですか。エネルギーの残存量問題とかで、本当はあの辺で本当は採掘したんでしょう。わからないですよ。昔からある一定の映像が出てくるんですよ。流体がどうとかで、船でね、こう、掘ってるところ。多分石油とかの採掘。だからまあ、その辺のところをしっかりと考えて、エネルギーの消費っていうのを抑えなきゃなんないから、だからもうこれ以上、テニス業界とかゴルフ業界とかスポーツ業界、特に元手が取れないところ、だからまあ、まずはサッカー2リーグで12球団制とか、そういったことをすぐしましょう。私が言った内容の通り。できないんだったらもう将来の人たちは業務上過失致死罪ということにしておきましょう。エネルギーの残存量問題、これ、急に輸入止まったら絶対死にますから、ほとんどの人は。もうこれぐらいの芯の強い体制で、そのための自民党と公明党の連立政権であって、もう他の政党も同じ、もうみんなそれしようで言ったらいいんです。で、その人たちはもともと大企業の役員さんだったりしたから、もともとゴルファーとして遊んでいたりしたから、だからそれを言えない。スポーツ業界出身者とか混ざり込んでるから。
スポーツ業界出身者の人は体を鍛えてきたんだから、その流れがある。だからそのまま体を鍛えておいて、ね、一軒家とかコンクリートじゃない建物のところは、その、できるだけね、ハンマーで、外の壁、壊していって、で、木が出てきたら、ノコギリ、もしくは斧。一応ね、今日僕のホームページの方から、ホームページ、淡井圭介の力の1番から、アクセスできるようにしておいたんですけども、まあ、行政や建設業界がやらかしてしまったことっていう内容のものなんですけどね、その、まだ、ちょっと待ってください。今、頭の中取られてるんで、かなり。まあ、もう、スポーツ業界の話でしたら、もうすぐこれ、本当に。もう、国連の SOS で。あんな、もうそこまでしたら、だんだん鬱陶しいに話変わってきますから、ホームページ、淡井圭介の日記の1番をね、クリックしていただいたら、まあ、これがね、ホームページ、淡井圭介の日記という、画面です。で、そこでね、まあ、1番は上の方にあります。ここですね。で、ここからアクセスできるもので、これ見てもらったら分かります。ちょっと待ってください。さっきいろいろ法律が一瞬出てきましたけども、まあ、他にもいろいろあります。ちょっと待ってくださいね。今日の日付のところまで。どれくらいまでかな？何もかな？ごめんなさいね。もうだいぶ量多いんで、これです。まだ番号振り分けてないんでね、もう皆さん、行が多いんで、探すの大変だから、まあ、この一番のところからアクセスしていただいていいと思います。行政や建設、建築でも土木でも同じ、しでかしたこと、廃墟などの群れ、本当は金属、回収地点、先に応援のエネルギーの残存の問題、石油やガスやウラン鉱のこと、ここを見てもらったら、温泉街とかでね、ほったらかしになってる、建物とかいっぱいあります。金属の採掘する地点も、もう多分地面の中かなり深いところまで掘ってると思うんです。で、その引っ張り上げてくるのにね、ガソリンとか、ガスとか電気とかを消費してる。まあ電気の元はガス。ガスの元は7割が、石油です。だからとにかくね、地上にあるものをまず活用すると。で、そこ、解体者も新しく建物を建っちゃダメです。建てるものがあるとしたら、バイオマス発電とかの、メタンガスをね、抽出する装置。そこに、生ゴミを入れていくんです。その、燃えるゴミ、基本的にはゴミは燃えるゴミで、生ゴミっていうものは大体、まあ、こういう風な、人参の皮とかね、野菜とか、ご野菜の他の、こういう、ちょっと、本当はこれ、洗って、まあまあ、こういうプラスチックの方とかに入れなきゃならないんでしょうけども、生ゴミだけに限定したら、そんなにものすごい量にならないんですよ。だからまあ温泉街でしょ。で、旅館とかが、旅館かホテルか何かがあるでしょう。で、そこからそこそこ、まあ、食べ物の廃棄物とかある程度出てくると。だから仮に、奥行きと長さが10メートルかける10メートルで、高さがまあ2メートルぐらいだったとしましょう。あんまり上の方高くすると地震が来た時にね、倒壊する恐れがあるから、まあそこに溜め込んでいくにしても、まあまあ、そこそこの、まあ、面積はいると。あと、近隣のね、住人の人たちもそこに、溜め込んでいって、で、そこからメタンガスが抽出できますんでね。まあ、先見て、老朽化した建物をしっかりと解体してスペース作って、そういうふうな、まあ、基本的には貯蔵するタンクで、そこから上流発酵で、メタンガスに変わっていくようなものですから、まあ、上流発酵の方まで行くと、バイオエタノールの方の話になってくるんですけども、まあまあ、とにかく、ガスだけでも、手に入れれたら、まあ、そのま、まあまあ、そこをバイオエタノールに変えるかどうかっていうところはまた、作っていきながらでね、考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。結局、ガスも足りなくなりますから。で、まあまあ、もうそのスポーツ業界の縮小に関して、国連でも早急に動いてください。だからスポーツ振興法はいらない。他の法律で抑え込まなきゃなんで。50億人の命の方が上。簡単、答え。だから海外飛び回ってる選手、とにかく国内に戻りなさいと。だからゴルフ、テニスとかの国際線っていうの禁じたいんですよ。水泳とか。あんまり意味なかったって。はっきりと言って。どれかを言ったらまずみんな様子見ようと。
で、土戦車もガソリンはいずれ底尽きるんですよ。どう考えてもね。まあもう多分永久的に、その、クローズってなったところに関しては、もう再開されることはないと思います。それでいいんですよ。もうそこ迷っちゃダメ。本当に。そこまで言うと、頭が悪いのと根性がない。両方。あと性格も悪いっていう三拍子が揃ってしまう。まあ、COP28 では気合の入った内容、2019年、対比で、2035年には、化石燃料の消費量を 65% 削減すると。本当にそれぐらいしなかったらもうどうしようもないんですよ。だから車の生産なんか、今年の4月に一気にやめたらいいんです。補助金なしで電気自動車だけを作っておくと。で、それも受注生産ぐらいいいと思いますよ。あなた本当に車いるんですかって、中古車仕様ありますよって。テレビのニュースご覧になってますかって、テレビのニュースそれしか言うといたらいいんですよ。エネルギーの残存量問題でもうガソリン車販売しませんって。もう安倍政権の時にある程度そこまで話進めようとしてたんですけども、もう何回も精神病院入れたり、医療業界は最終的にね、コロナウイルス、生物兵器作ってきて、大量の人減らし、まあ、インターネット上では1500万人ほどの人が、コロナウイルスにかかった状態で亡くなったら、コロナウイルスで亡くなったっていうことでカウントされますから、まあ、そういうふうに人減らしを一気に行って、エネルギーの節約を図ろうとした、やつらがいた、それが医療業界。で、インフルエンザも多分もともとがそう。まあ、正解っていう電波の声が聞こえてますけども、一応それね、何回かテレビで放送してるんですよ、インフルエンザの件は、今まで。10年前、20年前とかに遡ると。だからね、もう本当に徹底的に、車取り上げて、差し押さえてね、医療業界の人間。口座も差し押さえて。口座にお金が、スポーツと、次医療業界、あと建設業界、この3つをしっかりと締めていくと。クローズ。こういうことです。あとはその薬剤師関係とか徹底的に電波でしっかりと管理しなきゃなんない。働いてる人数と、あと余計な薬売ってるから、そうなってるんだよって。だから、ちょっと前のニュースとかで、大学、医学大学で、また今度女性の話持ってきてテレビの連中が放送するでしょ。出演者の中に元医者とか医療業界の人間混ざってますから。あれね、女性が、平等を唱えてきて、定員数がどうこうっていうような形でね、訴訟とかしてきて、だから裁判官も甘い。淡井圭介が言ってる内容を全て覚えてから裁判官になってください。それを覚えれないまま裁判官として判断してるんだったら、その人たちも裁判かけなきゃならなくなる。裁判官。本当に。だからそれは国連で行ってもらう。国際司法裁判所へ。できなかったら終わり。世の中。結局26年前と比べてあんまり変わってない。あんまり。本当に。肝心要の河川水門開閉ダム発電や、河川水門開閉式ダム地下水流ストレートトンネル発電や、蒲田発電、そういったところと、あとバイオマス発電の設置がかなり遅れてる。で、それは何がそういう風にさせたかって言ったら万博。万博なんか余計なものとか、あと、流通センターを、こう、一本化したようなものを作ろうとしてるんですけども、会社を企業合併させなきゃならないから、それ最初から無理どうせ。で、もともとあるからそれが老朽化してからでいい。今作るべきようなものではない。そのメタンガスをね、貯蔵しておく、抽出する、その生ゴミを貯蔵しておくタンク。これが必要になる。で、それを、日本全国、まずは1万5000箇所ぐらいを目指して設置すると。で、まあ、結局、それのところで、ね、あと、先ほどの欄のところ、アクセスしてもらったらね、他の方たちでね、巻き割りの割り方、結構大きな巻きもね、そんなに体めちゃくちゃ鍛えてる人じゃないんですけども、斧で2発で割ってますね、大体。だから、もう体の大きい、しっかりと鍛えてるラグビー選手とか、わかりやすく言うと、大谷翔平、とかだったら、彼だったらもう多分一発で、巻き割るでしょうね。だから、建物解体するとき、斧、木の板が出てきた
木切るももともと斧だったんだから。で、最後は柱を、まあ、どういうふうに、まあ、崩すというか、倒すというか、まあ、そういうふうな作業が最終的になると。まあ、もともとの家の作り方で合ってるっていうことなんですよ。まあ、この辺のところでね、まあ、いろんな人たちが、まあ、動画撮影しに行ってくれてね、廃墟とか、空き地とか、ゴーストタウンとか、そこに、老朽化した家屋とかの建物を解体してね、しっかりと、面積空けて、で、行っていくと。で、まあ、この辺のところとか、温泉地とかが結構あると。で、そこで、ね、もともとあんまり売り上げないなっていうところをみんなで見破ってね、まあ、さっさと、地熱発電したらいいと。まあ、こういうふうな話に持っていきたいと。まあ、こういうことですね。まあ、いっぱいありますよ。行政の指令化してきたことを。まあ、まあ、これ、金額のところは本当のところはどうかわからないですよ。しっかりと、まあ、僕から見たら、まあ、大体のところがね、神戸市立ホテル